Star Horse 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、オモ、ダート両で行われます。出場全14チームを紹介します。飛び出した14頭、まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。素質チェックがやっぱりいったという感じ。そしてもう1頭、1番メインゲスト、9番ワイルドライン、それからファーストロスト、ゴールドアルテミスが並んでいます。さあ、全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。先頭行くのは8番素質チェック、リレー、それからスカイファイナル、外から懸命にデビルズウェイ、アポカリプスが3番手、先頭素質チェック、素質チェックが2馬身リード、デビルズウェイがかわした。2番手にアポカリプス、赤い帽子レッドカンション、先頭はデビルズウェイ、3番手にレッドカンション、外から懸命にアポカリプス、一気に抜けたレッドカンション、レッドカンション、先頭レッドカンションが勝ちました。2着3着にアポカリプス。第1レース、1着4番、2着3番、3着14番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところでやります。先に行くのはどの馬なんでしょうか。先頭に立ったのは3番元禄ビルイン、そしてディープパープルと離れて10番ランランピッチ君であります。そのうちディープパープル、スカーレットニードルがその後ろ。さあ、第4コーナーを回って府中の長い直線、フラッシャーブルはまだ後方、ようやく追い込み態勢、元禄ビルイン先頭、逃げ切れるか。1番ディープパープル、ランランピッチ君も懸命に追う、先頭元禄ビルイン、元禄ビルインが大きくリード、ワイルドパラダイスが3番手、ディープパープルも懸命に追う、緑の帽子ワイルドパラダイス、元禄ビルインが先頭だ、ディープパープルも懸命に追う、かわしたブルジュンダン先頭、マミルトンが2番手、マミルトン、ブルジュンダン、馬体があったところがゴール板。第2
第2レース1着8番2着11番3着7番以上のように確定しました。飛び出した14頭まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。値番がやっぱりいったという感じ。そして4番14頭駆け抜けていきます。一番後ろに2番ザワールドスピンであります。先頭は内枠スレスレを逃げる値番。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。バルブレイブは6番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。レインボーが2番手オレンジの帽子バニシングドライブ先頭は2番頑張る頑張る。レインボーが2番手オレンジの帽子バニシングドライブ9番レインボーバニシングドライブも懸命に追う。この辺りで先頭はレインボー内から1頭バニシングドライブ内から懸命に影のアッシマ1着レインボー2着第3レース1着9番2着4番3着11番以上のように確定しました。先行グループからまず見てまいりましょう。押し出されるようにしてアズコンチネンタルが先頭です。そのうちダーティーブルハイパーソニックその外からはヒドエモンその後ろでやりましょうか。2番ザワールドチカリン。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。千本桜は3番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。先頭はアズコンチネンタルまだ余裕がある。千本桜が2番手内から懸命にロストスカーレット先頭アズコンチネンタルアズコンチネンタルが大きくリード。2番手に千本桜オレンジの帽子ゴールドスターナイト千本桜が先頭に変わった。ダーティーブルが先頭に変わった。ダーティーブルかハイパーソニックか。さあこの1着は際どいぞ。第4レース1着7番2着8番3着3番以上のように確定しました。14頭まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。押し出されるようにしてヘイル通天が先頭です。内を通ってラルクアンシェルワイルドブルーその外7番アドバンニーター内から1頭3番向かう口の遺伝子。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。ガルクアンシェル直線の伸び足はどうか。外から懸命に奇跡ストーリーバンダリンムーンが3番手まだ先頭ヘル通天オレンジの帽子奇跡ストーリーバンダリンムーンが3番手先頭ヘル通天ヘル通天が大きくリード。オレンジの帽子奇跡ストーリー2番バンダリンムーン2番手に奇跡ストーリー奇跡ストーリー先頭に立った黄色い帽子ヘル通天内か外かほとんど同時。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に4番8番9番7番12番以上のように確定しました。